平野紫耀退場後は俳優引退の意向。海外進出を目指すアーティストに。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンドブスから平野紫耀さん、26、岸優太さん、27、神宮寺勇太さん。 25が脱退する5月22日を目前に控えて、ファンたちは18年のデビュー曲、シンデレラガールをミリオンセラーにしようと、購買活動に励んでいます。ツイッター上には、おいでれらという言葉とともに、大量の CD の画像が並んでいます。芸能関係者、脱退カウントダウンが迫る5月4日。 平野は主演ドラマ、黒詐ギ TBSK で第26回日刊スポーツドラマグランプリの主演団優勝を獲得。同志にコメントを寄せた。皆様に賞賛いただけたこともとても嬉しいですし作品を見てくださった皆様共演者の皆様携わっていただいたスタッフの皆様にも恩返しできたのかなと思います。主演作品で高く評価された平野だが、 脱退退所後の彼の進みたい方向は違うようだが、演技の仕事は卒業する以降だそうです。これからは海外進出を目指し、アーティストとしてダンスなどを磨いていきたいと聞いています。前で芸能関係者、18年11月にリアルサウンドのインタビューで平野は俳優業についてこう語っている。 お芝居をするときは僕の中では本業じゃないという意識が高くていかに皆さんに迷惑をかけないようにやるか気をつけています。俳優引退の意思を固める平野だが、黒詐欺の現場での評判は非常に良かったという、演技の飲み込みが早いと好評でした。黒島決さん26も本番で NG を出したところを見たことないと語っていました。ドラマ関係者。 共演した重鎮たちも平野に一目置いていたようだ。船越英一郎362は最近の若い俳優の中では平野が抜群にいいと絶賛していたそうです。勘の取り方がうまく目で演技ができる。これは努力で身につくものではなく天性のもの、とスタッフの前で褒めたたえていました。前でドラマ関係者。 また、三浦智和、71、も、前での第26回日刊スポーツドラマグランプリで、女演団優勝を獲得した際に、平野くんの俳優としてのこれからは、社会派ドラマなのか、ズバ抜けた身体能力を活かしたアクションものなのか、キラキラの恋愛ものなのか、いずれにしても楽しみでなりません、と激励していた。 大物俳優たちが平野さんの役者としての才能に言及する裏にはなぜ役者を辞めてしまうのか。テレビや映画界にとって大きな損失だと、やり場のない怒りがあるのではないでしょうか。前でドラマ関係者、重鎮たちから愛の劇を受ける部屋、演技する姿を再び見られる日は来るのだろうか。女性自身2023年5月23日号。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。